カフジの戦闘は湾岸戦争中の1991年1月29日から2月1日にかけてサウジアラビアのカフジ市周辺でアメリカ軍などによる多国籍軍とイラク軍の間で行われた戦闘である。1990年8月2日にイラクは政治的な対立を理由にクウェートへの侵攻を開始した。前日に両国の仲介に当たっていた。 エジプトの大統領ホスニーム・バーラクとパレスチナ解放機構議長のヤーセル・アラファートはイラクのクウェート侵攻はないとクウェートに明言していたためイラク軍によるクウェート侵攻は全く予想しない事態であり意外であったクウェート軍に対するイラク軍の圧倒的な戦力は数時間以内に同日中に国際連合安全保障理事会は 即時無条件撤退を求める国連決議第660号を決議し、8月6日には全加盟国に対してイラクへの全面禁輸の経済制裁を行う国連決議第661号も決議した。アメリカはサウジアラビアに圧力をかけ、サウジアラビア国内へのアメリカ軍駐留を認めさせた。また、アメリカは有志国を募り、アメリカ、フランスなどの有志による 多国籍軍を編成。アラブ諸国もアラブ合同軍を編成した。対するイラク側は国連の決議を無視し撤退する態度を見せなかったため、国連は11月29日に翌1991年1月15日を撤退期限とした対イラク武力行使容認決議を決議。それでもイラク側は期限までに撤退しなかったため、1月17日から 湾岸戦争が始まった。イラク軍はカフジ市の石油貯蔵タンクを奇襲し、イスラエルへスカットミサイルで攻撃を加えていた。その後イラク軍は南クウェートからサウジアラビアへの進攻を試みていた。サダム・フセインはサウジアラビアへの多面的な攻撃を行うため、第1機構師団、第3機械化師団、第5機構師団へ出撃を指示した。 イラク軍の3個師団はサウジアラビア侵攻前に空からの爆撃を受け損失を被っていた。それでもサウジアラビアへの出撃を決行し1991年1月29日に他国籍軍からの攻撃を受けた。イラク軍の大部分はアメリカ海軍と他国籍軍による攻撃によって撃退されたが攻撃をかいくぐったイラク軍の1個部隊が29日の30日の 夜にかけて、カフジ市を占拠した。航空戦力は多国籍軍の作戦に大きく貢献した。写真は、アメリカ空軍の A-10A サンダーボルト230日から2月1日にかけて、サウジアラビア国家警備隊とカタールの2個、戦車中隊が、アメリカからの火気類の支援を受け、カフジ市の都市機能の奪取を試みた。二月一日には、アメリカ軍、サウジアラビア軍、 カタール軍を主力とする多国籍軍部隊が43名の戦死者と52名の負傷者を出しながらもカフジ市を奪取した。イラク側は30の600名の戦死者を出したが400名の捕虜を得た。多国籍軍が勝利したこの戦闘は航空機による敵部隊への攻撃が大きな成果を上げた現代戦であり、カタール軍の戦闘能力のテストにもなった。また、 この戦闘での勝利により、カタール軍の指揮は、紅葉を見せ、後に多くの戦力を多国籍軍へ提供することによって、湾岸戦争における多国籍軍の勝利にもつながった。ありがとうございます。